最初のプロトタイプスポーツワゴンとして蘇生した 1800ES ボルボ P1800 は、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1960年から1974年まで生産していたスポーツカーである。開発は1957年に始められ、ボルボアマゾンのシャシーに、イタリアのカロッツェリアフルアに在籍していたデザイナー、ペリピーターシンのデザインした車体が仮装された。 最初の3台のプロトタイプは1957年12月に完成し、当初はドイツのコーチビルダーカルマンに車体を製作させ、1958年12月には発売する計画であったが、フォルクスワーゲンカルマンギアの生産に追われるカルマンは、このプロジェクトから撤退、一時は開発計画がストップ、仕掛けたこともあったが、ペターソン親子の熱意により、 結局、イギリスのジェンセンが1万台を生産する、契約を結び、制作することとなった。ボディーパネルの生産はジェンセンから同じくイギリスの、プレストスチールカンパニーに下請けに出された。1961年モデルとして、最初の P1800 が発表されたのは1960年9月であった。エンジンは 1800cc で、ツインキャブレター、専用カムシャフト、 高圧縮比で100馬力に強化され、B18 バイト型と呼ばれた。ギアボックスは4足フロアシフトで、1963年以降は、オーバードライブもオプションで用意された。前線製の車体には、品質上の問題があったため、6000台余りが、生産された1963年に契約は、破棄され、ボルボのランバイ工場に生産が移管された。車名は、 P1800 からボルボ 1800S に改められた。S はスポーツではなく、スウェーデン製を意味する。同時に、エンジンも108馬力とされ、1966年には115馬力に強化され、さらに1969年には、新しい B20 バイト型 2000cc118 馬力が与えられた。1970年モデルは、 ボルボ 1800E となり、フロントグリルやホイールのデザインが一新された。最大の変更点はエンジンが、ボッシュ製 D ジェトロニック燃料噴射を備え130馬力の、B20E 型となったことであり、最高速度もシリーズ史上最速の時速 190km、0から 100km 加速9.5秒の、高性能車となった。これに合わせて、ブレーキも4輪。 ディスクブレーキとなり、1800ES 登場後の1972年まで生産された。1972年モデルでは12年間続いた、クーペボディを大きく変更し、リライアントシミター GT 的な三ドアスポーツワーゴンスタイルを採用した、ボレボ 1800ES が登場した。大きな一枚ガラスのテールゲートは斬新で、印象を大きく変えることに成功している。 エンジンは圧縮比が下げられ最高出力は125馬力に低下したが実用域でのパフォーマンスはむしろ向上したしかしスタイルは若返りオートマチックも選べるようになったとはいえ基本設計を1950年代に遡る 1800ES はこの頃にはあらゆる面で旧式となっており主力マーケットでアメリカの安全基準に対応が困難になった上 特にステアリングやクラッチの重さはトラック的とも評されるほどで、ついに1973年を最後に生産終了となった。P1800 シリーズは1961年、モデルイヤーから1973年6月までに47,492台が生産された。P1800K の各モデルは当時のボルボ輸入代理店であった。 北欧自動車によって比較的多数が輸入され、ヤナセが販売した。現在でも当時の正規輸入車がしばしば中古車市場で流通している。走行類計距離300万マイルを達成した、アーブゴードンの1966年式ボルボ 1800S アメリカの学校教諭アーブゴードンは1966年式 1800S を新車で購入して、以来、 往復125マイルの通勤をはじめとして40年以上、同車に乗り続け、2013年9月18日に300万マイルに到達、商用車両でない自動車の走行累計記録として、ギネス世界記録に掲載された。ゴードンの P1800 の走行記録は死去直前まで伸び、最終的には約340万マイルに及んだという。ありがとうございます。